ブにまさにこ の, あのニュースが出てたんですけど、その中でその 警察庁がですね、あの免許証を廃止しない理由っていうのを見つめてる。一つは先生おっしゃったように海外であの使えないんじゃないかっていう問題、それ以外にも二つあって、あの一つは警察官がその山の中とかであの医療機関で使うだけじゃないから外で使いますので電波が届かないところだと確認できない、うん、で、あともう一つが面白いんだけど、運転免許試験に合格してもマイナンバーカードを保有してない人がいる、うん、マイナンバーカードって繰り返し言いますけど任意なんですよ。そうですね、で任意のものなのに私持ってないっていう人に免許証合格してるのにこれだけにしちゃったらどうするのって話になる、うん、だったらこの東京新聞の記者がね、その警察庁の幹部 OB に対して、じゃあこれ保険証のように資格確認書を免許証でも出したらいいんじゃないですかっていうふうに聞いたんですよ。そしたら今の免許証と同じ機能のものを作ることになる、だったら従来の免許証を残せばいいって一周したんですよ。痛いの、ああ止まれ、そういうことなんですよ。で警察庁まともなんですよ。痛いな、もういうことないな、保険証でも痛いんじゃけん、もうなんで、そ病院、いや